はい、レオンです。今回ね、このハロー3プラス2024にね、ヤフーフリマで購入したアップルウォッチウルトラ2用の 49mm ガラス保護フィルムをの貼り付け後に、このこれも紹介したんだけど、この TPU 素材の、これメルカリで購入したやつなんだけど、 TPU 素材の、あ、これ Amazon で購入したやつですね。あの TPU 素材のクリアフルカバーを装着して二重になるんで、実際のタッチ感度どうなのかちょっと検証していきたいと思います。ちょっと一旦これバンド外さないと難しいんで、硬いんですよね。一旦電源落とすから。これやっぱりね、やっちゃうと、タッチ感度は落ちると思うんですよ。だいぶタッチ操作が悪くなると思うんで、ちょっと難しいからね、これって。こうだから、こうだね。これこっからはめた方がいいかもしれない。はめる順番っていうかさ、こっからこう入れた方がいいかもしれないな。で、ここを入れると、こうやって入れて、ちょっと硬いから難しいんだよね、やり方っていうか、ちょっと難しさがある。だんだんコツはもう掴んできてるから。これ TPU だからね、切れることはまずないと思うんだけど、あのシリコンとかだったらさ、あのまずいんすわ、切れたりするんで。あれプレステ3のコントローラーで昔ね、あの切れたんですよ。あれ変色もするんで、ね、黄ばむんで、黄ばみが出てくるから。これですね、なんか電源が入らない時もたまにあるんで、充電はちゃんとされてると思うんだよな。ちょっと一旦止めようか。あ、電源ちょっと押し方がちょっと弱かったかもしれない。これカバーやってるから、あ、大丈夫だな。でもやっぱり鈍いな。あ、ダメだな。あ、大丈夫か。あ、できるね。できないと思ったらできるね。うん、だからさ、あの俺カバーね、あのこれを持ってるから、俺別のこれもう2個ぐらい買ってるんですよ。で、あとワインカラーのシリワイン、これはあのシリコンワインカラーのカバーなんだけど、それだけ唯一シリコンカバーだったかな。ヤフーフリマで買ったやつ。あとはだいたいメルカリで買ってるんで、あとバンドとかも買ってるから、あれはまだ届いてないから、届いてないやつはまた次に取るんで、届いた後に、来週ぐらいですかね。今だから7月20日土曜日なんで、来週ぐらいですかね。だから届いてるやつ今撮ってるんですよ。あ、大丈夫だな。だからあのちょっと あの通知のところがちょっとダメですね。あ、大丈夫だ。一回こうやってやれば、ゆっくりやればいいのか。こうやってちょっとなんかおかしいな。やっぱり感度ちょっと落ちるな。
これ必ず通知来るわ、あの撮ってる時に。あ、できないことはないね。で、あのできないことはないっていうことで、あのフィルム貼った場合、このフルカバーも使えないと思ったら使えるんでね。ただもうフィルム貼ったら、このこういったの画面が吹き抜けのカバーに限定されるとしか使えないと思ったんだけど、このフルカバーもフィルム貼っても使えるっていうことで、それは良かったな。ただ若干やっぱりぎこちなさはあるよな。でも大丈夫だな、これで二重だからね。多分こうやって多分使わないと思うんだけど、吹き抜けのやつ使うと思うんで。あ、ちょっとずれてるな。あ、それでか。ちょっとここがずれてますね。やっぱフィルム貼ってるからね、ちょっと厚みが出るから、その分、あ、そうだ、大丈夫だな。あ、それでかもしれない、今の感度ちょっとずれてたから。ちょっともう一回試してみよう。ちょっとずれてたんですよ。あ、変わる。うん、ずれてたからだ。カバーがちょっと、カバーがね、ちょっとここに行ってたから、あの画面側に、だからちょっと浮いてる状態だったのかもしれない。あ、大丈夫だ。うん、大丈夫だ。 OKOK。 あ、問題ない。申し分ない。OK、OK。ちょっとやっぱりあれか。あれ？なんだこれ。あ、大丈夫だ。やっぱりちょっとおかしいな。でも大丈夫だな。こういう感じで、これ二重ガードだからね。別に二重ガードにする必要もないけどね。今回ね、このハローチ3プラス2024の画面ディスプレイに、あのヤフーフレームで購入したあのアップルウォッチウルトラ2用の 49mm ガラス保護フィルムの貼り付け後に、これはアマゾンで購入した TPU 素材のね、全面保護のガラス、あの TPU 素材のカバークリア装着後に、ちゃんとタッチ感度のね、ちょっと検証のをね、やってみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。次はあのこれちょっと撮るんでね。はい、失礼します。